で、もう一個、その、クエヌで触れたいところがあって、はい。それは、ダイウェイの相手に、ちょっかいかけるときですね。いや、ピカチュウのもう一個撃墜難しいところが、ダイウェイにいる相手をどうやって撃墜するか。っていうところなんですね。ダイウェイにいると、やっぱ、クウェイは一応撃墜にはなるんですけど、かなり遅い。なるほど。で、とりあえずダイウェイガードすれば、いいよねっていう、ピカチュウの、に対する撃墜拒否があるんですけど、それに対して、やっぱ、これで固めに行くってのはすごい強いんですよ。すげえ。無理。これ。で、もっと、もっと強くすると、ちょっと待ちますね。この味、うん、空上で登りながらちょっかいかけて、さらに空上で固めにいく。すげえな、これもう、いいってなの、もう強すぎて。すごいな、これ。で、これ空上の全体フレームがかなり短いので、はい。ガードしてもらいます？はい。ここでなんか、この空上と空上の間で暴れようとすると、結構空上が勝つんですね。引っかかっちゃうんだ。そう、クーエガードしたわっつってガーキャンなんとかとかやると結構、ま、あ、ごめんなさい、結構負けがち。で、こんな感じで撃墜が狙えると。うわーすげー、これね、もうこれなんよ、これ。もうこれはかなり強いですね。まあ、重量系とか使ってると特にね。はーすごいっすね。だから上にクーエで、これガードされてもめくりっていうか相手の裏側に行ければ自分有利な展開になるんで、うわもう最低だ、こんな感じで。はい、あ、やべ、時間か、終わりだよ、文字通り。綺麗にね。これはね、すごい。はい、なるほどね。これすごい。いや、すごいっすわ。これすごい。これさっき、ね、僕、小池戦闘力やったとき、台上には全然いかないんで、僕、うん、食らわなかったですけど、そんなんされたらマジたまったもんじゃないね。これすごい、ね。これ、ヒカル君的にはまあ、終わってる。これはね、すごい。何があって、なんか、うん、回答がマジ少ないんよね。その台下から登ってくるピカチュウにリスクをつけようと思ってても空上してるから、うんうんうん、回答がなくて、はあ、なるほどなるほど、回ってるのがもう間違いみたいな。そうなんだ。はい、まあ台上にこんだけいい状況を作れて撃墜も狙えるっていうのはかなり強くて、あ、でまあ結構もしうまくできるんだったら、まあちゃんと裏側にちゃんとめくるってこと、空上空上の時に、うんうん、でめくって、うん、何がいいかっていうと、さっき言った反撃の有無もそうなんですけど、はい、ヒットしたときにこの上スマッシュがちゃんと前なんで、あー、なるほどな、判定しなくていいんだ。前のコードも使って上スマッシュの撃墜が結構早いんで、まあ、クエヌするときにちゃんと自分が相手側を向いていて、なおかつ相手の後ろに行くっていう、はい、これができるといいですね。こうやっていって、クエでガード固めさせて、最終的にはこう、あ、ごめんなさい、最終的には自分が相手の後ろに着地するようにクエヌ打つっていう、うんうんうん、それで言うと、まあ、非常に強い、この形が取れるとガードされても大丈夫だし、当たってたら上スマッシュがちゃんと確定で、なおかつ、足場の高さも利用した撃墜まで狙えるとき、狙えるっていう、これは結構強い連携ですね。すごい、本当に、はい、それ考えられてるな。はい、じゃあもう一個だけいいですか。はい、もうぜひお願いいたします。もう一個、ピカチュウの大事な大事な撃墜のリソースに、はい、崖攻めがあるんですね。ほ、はいはいはい、で崖攻めって、なんか初心者のピカチュウだとやっぱり、これしか、これ一辺と。わかる、うん。確かにこれって強いんですよ。ホールドしたらその場で見てから合わせれて、めっちゃ飛ぶっていう、はい、うん。強いんですけど、やっぱ慣れてくると、ヒカルさん、これ、やっぱあんま食らわないじゃないですか。まあ当たんないですね。特にこれだけ警戒していけば、崖下ここからね、崖下にちょっかい出されることもないし。そうね、なんかまあ、ああ、横玉食べてるわ、つってピョーン。そう、ピョーンみたいな。あ、うん、安定になっちゃうんですよね。うん。なんで、やっぱり横スマッシュの頻度っていうのは減らす必要があるし、はい、横スマッシュってのはあんま当たんないもんだと思っておいた方がいいんですね。はい、はい。どうやって当てんのかと、うん。でもやっぱこれ欲しいんですよ。はい。どうやって当てんのかっていうと、その救いなのがやっぱこれなんですね。へー、確かにうぜえわ、それ。この崖攻め。これです。はい、これ、はい。この崖攻めを絶対にみんな習得してほしくて、はい。ポイントとしては、相手が崖つかまりをする瞬間に、このごめんなさい、ちょっと1回上がってもらって、はい、無敵付与してもらって、で崖捕まってもらって、1回相手が捕まる瞬間にここら辺にもう1回で、2回目、これが1回目で崖捕まりに重ねといて、はい、2回目の電撃が相手の無敵が切れるぐらいに重なるんですね、こうやってやると。なるほどね。でその2回目の電撃がのタイミングでやっぱり相手は何かしらのアクションが必要になるんですよ、この無敵が切れるタイミングに、はい、もちろん、うんうん、そこで相手のジャンプ上がり読みで、ごめんなさい、すいません、この2回目のタイミングで空前とかをジャンプ上がりに合わせに行く。なるほどね。回避上がりには掴めるし、でタイミングを制限していくと、やっぱり相手は、あ、この電撃にジャンプ上がり
したくねえなみたいな気持ちになってきます。そう、苦しいっつって今手が勝手にそのバーガーにしてたな、うん、そう、ここで初めてこの電撃嫌がってここで上がんなきゃいけないってタイミングが決まった時にこれが生きるっていう、すえーというロジックなんだ。そうそうそう、これでタイミングを絞るとこの電撃一気に強くなります。これ知らんかった俺も。なんでこの電撃で相手のタイミングを制限するっていうのがあって初めて横スマッシュってのは通るようになります。はい、何もなく横スマッシュ振って相手が当たってくれたら、まあ、それはちょっとラッキーですね。はい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 、様子見しときゃよかっただけなのにっていう。うん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 、うん、けど電撃があるとやっぱり様子見し続けられなくなるんで、はい、これと合わせて横スマッシュを使ってあげると横スマッシュが崖でヒットする確率も上がっていくかなと。そうか、いうのがやっぱ真似してほしいですね。なるほどね、うん、でもすごいな、崖 NB から横スマ警戒まあでもこの崖 NB はなんかもうじゃんけんぽんの領域なんで、これ出せばはい、うん、はい、ジャンパリするには空前できるし、うん、空前って相手が空前してその場にしてたらこう最終段をこうやって落とすと当たるんですよね。無敵切るタイミングでこうやってやってその場にもしてたら最終段をこう空前をこうやって当てに行けたりするんで、どっちも両方対応になってたりで、回避割り気にしてたらなんかこんな感じやっとけばよく両対応できたりするんで、なるほどね、こんな感じで、ああなるほど、いい展開になったりするんで、はい、まあ強いですね。やっぱ電撃があるとタイミングが分かってると両なんか2つカルノとかって結構いけるんで、はい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 、タイミング上がらせるタイミングを制限させるっていう意味ですごい強い。そうですね、はい、すごいっすね、それが非常に強いっす。これはもうお手上げです、すいません無理だ。いやこれだってやっぱ強いよね、このキャラクターはね。ここまで聞いちゃうとやっぱりだからなんか、タクが多いんだよな、うん。飛び道具持ってるキャラって、結構将来的にやっぱ、なんだろう、何年先行っても結構開拓されるイメージあったけど、はいはい。ここまで開拓できると思わなかったな。まあ、崖をはうってのがやっぱいいっすよね。偉い。うん、そのだから崖つかまりに何もやることがないっていうことは、ピカチュウにとってはあんまりないんですよね。はい、はい、はい。知らんかった、覚えとこう。ありがとうございます。はい。はい、そんなにあれば倒せるわ。うん。こんだけの材料があればヒカルくんピカチュウ倒せそう。いやーいけるわ、あれピカチュウ使って勝てる。あ、相手を撃破できる。俺のピカチュウ多分一番弱くて、ほう、マジ撃墜できんし何していいか分かんないし、もう頼むって言いながら DA 振るだけのキャラと思ってたけど。なるほどね。なんかこのセットプレイみたいなのがやっぱこう使い手の努力のおかげで進んでるから、うんうんうん、こう人みんな人類平等に読み合いをできるのすごい、いいですね。いや、ありがたいです。キシルさんどうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでキシルさんにピカチュウの中級編の解説をしていただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。まあピカチュウの課題であるそのリーチのなさ、判定の弱さっていうところをしっかりこう見極めて、近い距離でも戦えるよというところだったり、撃墜でこんなタクあるんだよっていうのを、主に教えていただきました。ありがとうございます。いやーすごかったっすわ。いや、こんだけ、もう同じこと言えば、こんだけあれば、倒せる。こんだけ手札があれば、光るピカチュウも、ね、強くなった、やっぱり撃墜に困るのがピカチュウの鉄板なんで、はい、はい。まあ、ただ、クエルとかね、さっき言った崖攻めとか、うん、そう、今作ね、崖攻めの空前が飛ぶんですよ、ピカチュウ。なるほど。あの、前作との一番、まあ、一番かって言って難しいけど、やっぱ大きな違いで空前が飛ぶんですよね。はい、はい。なんで、相手にジャンプ上がり、に枯れたら撃墜ができるっていうのがあるんで、うんうんうん、一番僕はやっぱりクエルの固めもそうなんですけど、崖攻めをやっぱみんな連動上げてほしいなと思います。今一番崖攻めがやっぱ撃墜多いですね、僕も。なるほどね。はい、ぜひピカチュウ使っている方はもちろんね、崖攻め、そしてピカチュウに困ってるよっていう方は、それに引っかからないように先ほどのロジックしっかり理解していただければなと思います、うんうん、はい。今回のスマブラハウスの動画は以上となります、今後もこういった攻略動画、どんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。そして概要欄の方に、キシルくんの YouTube チャンネルと Twitter、 そしてヒカルくんの YouTube チャンネルと Twitter の方貼らせていただいておりますので、ぜひチェックとフォローの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、バイバイ。